本格的なウェディングドレスに身を包んでの登場となります。谷かのちゃんです。なんかもうこんなに早くウェディングドレスを着れるとは思ってなかったのですごい今嬉しい気持ちでいっぱいです。やっぱり前からちょっと着てみたいなっていうのがあって、うん、で今回着てみてちょっと実際にこう着て結婚式とかやりたいなっていう憧れは強まりました。全部でね9問用意してます。じゃん、理想の結婚相手。はい、理想の結婚相手は、はい、優しくて、うん、あとはおじいちゃんおばあちゃんになってもなんか友達みたいに助け合えるこう関係でいたいなって思います。そういう人がいいです。しっかりした答え。すごいしっかりしてますね。12歳からおじいちゃんおばあちゃんになったことを想定して常にビジョンを描いてるっていうね。やっぱそういう助け合える二人がいいんですね。はい、まあ、じゃあ、香川と長友みたいな感じですね。で、かのちゃんはもう結婚願望あるんですか？まあ、でもなんか自分のやりたいことをでき、や、自分のやりたいことをやってから結婚したいなって思います、うん、はい、25歳から30歳の間までに結婚をしたいです。なんか結婚するってこう一緒に暮らすってことじゃないですか。だからこう妹と結婚したいとかいとこと結婚したいとかそういうふうに思ってて、で3年前ぐらいにママから無理無理無理できないよって言われたので、こう3年前ぐらいからやっとあそういうことかっていうのを初めて知ったので、まあこれからこういろいろなんていうんだ出会っていきたいというか。